観音寺駅は愛知県一宮市観音寺にある名古屋鉄道尾西線の駅である。駅番号は BS1 に終日無人駅だが平日の朝の一宮駅は多くの人でホームが混雑する上終点の一駅前のためすでに車内も非常に混雑しているため乗客の安全確認のため係員が配置される場合もある。当駅から一宮方面は高架化されており、 反対側も2024年観光を目指して高架化が予定されている。当駅は高架化されず、地上駅のまま残り、仮屋菅駅から交換設備が移設される予定である。当駅付近にあった観論寺の住職が駅の設置を働きかけたことにより開業に至った。短式ホーム一面一線を持つ地上駅。駅舎はなかったが、 2007年11月22日より自動改札機、券売機、生産機の使用開始により新たに建てられた。かつては2カ所駅で入り口が存在した側線があり、矢作建設の工事用車両が留置されている。矢作建設留置線利用者は増加傾向にある。多くは森上、津島方面ではなく名鉄一宮駅へ向かう。隣駅の刈谷菅駅で、 次の観音寺の駅では、多数のお客様がご乗車なさいます。と、車内放送される場合がある。令和元年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2020年11月27日閲覧。清水武氏、神田敏弘。1999年3月、微細線の100年保存版。 郷土出版社 ISBN4 から 876701180P168AB テラダ U1 海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング2013年257ページ ISBN978 から47億7701万3364トランパス15駅に導入名鉄14日から交通新聞 P1 関音寺駅電車のご利用案内2019年3月23日閲覧 AB 駅時刻表名古屋鉄道名鉄バス2019年3月23日閲覧電気車研究会鉄道ピクトリアル通関台816号2009年3月臨時増刊号特集名古屋鉄道間末折り込み名古屋鉄道配線略図名鉄120年史 編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。ありがとうございます。